皆さんこんにちは。ご紹介いただきました WCH 超党派議員連盟で共同代表を務めています衆議院議員の原口和弘と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。冒頭、この生物兵器まがいのもので亡くなられた方々、心から哀悼の誠を捧げたいと思います。亡くならなくてよかった命が失われた。そして今お話がありました悔しさ、悲しさ、どうしようもない思いを胸に、それを乗り越えてこの会を築いてくださった全ての皆さんにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。国会議員の一人として皆さんにお詫びを申し上げます。止められるはずだった、亡くならなくてよかった。そして各地を回るとあんなに元気だったのに、立つことができない、歩くことができない、学校に行くことも職場に行くこともできない。私たちは救えた命を今それを分かっていながら止めない、この政府を倒そうじゃありませんか。皆さんの力は絶大です。4月13日2万人を超える方々がデモをしてくださいました。マスコミは完全スルーでした。しかし皆さんのこの力のおかげで、あの模様は全世界に伝わりました。皆さんの力なんです、皆さんの力なんです。私たちには力があります。ありがとうございます。そしてこの6月に強行しようとしている新型インフルエンザ等対策行動計画、これには卑怯なことやりますよね。連休中にパブリックコメントというのはだいたい1ヶ月以上するんですよ。ところが後ろめたいのか何だか分からんけども2週間にした。しかしこのたったの2週間の間に19万ものコメントを寄せていただいた、これも皆さんの力です。ありがとうございます。今 WHO の総会開かれています。ゆきさんがジュネーブ行ってます。皆さんこのパンデミック合意ご覧になったことありますか。これは国民の健康とか人類の命の話じゃないです。儲け話です。生物化学兵器ビジネス条約、これがパンデミック条約です。潰しましょう。私はお一人お一人にお礼を申し上げたいと思います。私たちはこの兵器が拡散されたときに日本初の薬で対応しようとしました。大村聡博士がお作りになった。超党派の議連もあり、総理大臣もこれが大事だという答弁を国会でしました。しかし潰されていきました。なぜか安いからです。なぜか邪魔だからです。今あるこの兵器が売れなくなるからです。悪魔のようなものを倒しましょう。私は皆さんにお礼を申し上げたいと思います。去年の今頃、私は眉毛もなければ髪の毛もありませんでした。3回打った2回が死のロットでした。微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫という足の速い
つまり進行の早いがんでした。髪の毛もなくなり、去年1年間だけで私ヤフーのトレンドに12回出てるんですね。そのうちの1回が国会で質問してて、あまりにも相手が答弁がひどいんで髪の毛をかきむしりました。カツラだっていうことを忘れてました。ずれて、ああ原口はズラだと言われたわけです。でも自分のがん細胞を調べる中ではっきりしたことが分かりました。神様は私に耐え難い悪性リンパ腫というものをくださいましたけども、同時に使命をくださいました。自分のがん細胞でこれを検証する、今日今お話になった井上先生や柳沢先生や多くの人たちが助けていただきました。実は去年の今頃、次の年の新緑を見る、桜の花を見る、多分それはないだろうと思っていました。しかし皆さんのお力のおかげでここに立ってます。ありがとうございます。救いたいんです。国会議員はこの打ってないって言われてますが、違いますよ、打ってます。昨日も3人の国会議員から相談を受けました。ボロボロになってる与党の人間もいるんです。だけど言わないじゃないですか、言わないじゃないですか。この間チャンネル桜の水島社長さんのところでお話をしました。バンされました。彼らは私たちの声を塞ぎに来てるんです。私たちの自由を、私たちが抵抗するこの力を塞ぎに来ています。しかし絶対に私たちは負けません。私にいただいた時間がもう尽きようとしています。今目の前に小林哲先生、憲法、日本の最高の憲法学者の先生がおられます。今昨日武道館に集まったあの人たち、緊急事態条項を入れて国民を守るとか言ってるけど、どこが国民守ってますか。国民の命を奪ってるじゃないですか。憲法の緊急事態条項というのは何かといえば、憲法の条項に一つを加えるようなそんなもんじゃありません。私たちが憲法によって守られているその憲法を停止してしまう、これが憲法の緊急事態条項です。吹き飛ばしましょう、勝ちましょう。昨日国会では地方自治法の改正案、衆議院数を頼んで通りました。地域主権改革どこに行ったんだ。中央が地方に命令をする、南で市長のような、市民を守るような市長にそれをやめろ、強制的に打って、これを昨日衆議院で通したわけです。参議院で潰しましょう、参議院で潰しましょう。私は小選挙区289あります。その289の小選挙区を日本の独立自尊、そして国民の命を守る、もう昨日インドが日本を抜く、 GDP で抜く、衰退から成長に、そして何よりここにいらっしゃる皆さんのように国民の命を守る、その国会議員で埋め尽くそうじゃありませんか。もうこれで結びにします。広島一区、広島一区、岸田さん落選してもらいましょう。武見さん、次は国会議員でなくしましょう。私たちは絶対に負けません。私たちは戦い続けます。ありがとうございました。
生活動を取れます。よろしくお願いいたします。